はいどうもーカードショップ山本です、はい、今回はですね、えー、もうすぐ、えー、9月かな、9月にローテーションありますんで、えー、そろそろねワイルドカードを、えー、使っちゃダメなカードっていうのがね出てきますんで、まあ、それを注意喚起兼ねてねまとめてみましたんで、えー、今回それをやっていこうかなと思います。まあ、それと同時に、まあ、アンコモン、コモンカードとかもね、 結構あのー、よく使われるカードもかなり落ちますんで、まあそこら辺も見ながら、えー、落ちるカードを振り返っていこうかなと思います。まあ、落ちるカードによったらもうデッキ自体消滅するとかいうやつもありますんでね。はい。さあそれじゃあね、早速やっていきます。 さあまずはね、何、えー、といってもエルドレインの王権、もう象徴するカードですね。えー、出来事カード、まあ、エッジウォールの亭主、まあ、あと続いて、サイコ骨の巨人に厚かましい借り手に、まあ、ここら辺、あと野獣ですかね、まあ、ここら辺が代表的な出来事カードなんですけども、まあ、エッジウォールの亭主はアンコモンなんであれなんですけど、まあ、今回、えー、ローテーションで完全に消滅する。 デッキですねものすごいねどのデッキにでも色が合えば入るって言ってもいいこの厚かましい借り手であったり鎖骨の巨人であったり恋煩いの野獣まあここら辺特にこの3枚ですよね厚かましい借り手鎖骨の巨人、えー、恋煩いの野獣まあここら辺をめちゃくちゃ見かけましたもんねそしてあの今、えー、やってる日本選手権ですか あれでもね、全然まだ活躍してますんで、まあ、日本選手権とか見て、あのー、強いカードだなと思って、えー、うっかりね、ワイルドカード使ったりね、しないようにね、まあ、それは注意してください。まあ、僕もね、あのー、始めた時にね、まあ、復帰だったんですけど、もうローテーションっていう、そのシステム自体をね、もう忘れてたというか、 なのでもう、えー、ワイルドカードを使って1ヶ月もしない間に、もうなけなしの初心者の時ですからね、まあ初心者ってアリーナ初心者の時だったんで、なけなしのワイルドカードをつ継ぎ込んで作った吸血鬼デッキだったかな。あれのパーツがほぼほぼ落ちて、絶望したことがあったんで、まあそういう感じにね、皆さんならないようにね、注意していただけたらなと思います。特にほんと、菜の巨人なんかね、 えー、サイコツの巨人この野獣ですかもうここら辺なんかもう普通に選手権で見かけますんでねうっかり交換しないように注意してくださいさあどんどん続いていきましょうまあここら辺もアンコモンだから別にあれなんですけど、まあえー、命の恵みのアルセイドであったり虫の救助犬まあ白炭のパーツですね歴戦の神聖刃、まあ、ここら辺もこぞって落ちるんで白炭は この形はまあ無理になってくるかな。あとヘリオッドとかも落ちるんで、ライフゲインとかは結構難しくなってくるのかなとは思いますね。まあ、今回入ってないですけど、ダクソスとかも落ちますしね。まあ、マギデッキとかはまだ全然、えー、ありますんで、白タンがなくなることはないですけど、まあ形が一つ変わるかな。 無視の救助犬は意外とね、いろんなデッキで、意外とというか、まあいろんなデッキで使われてたんで、結構影響大きいかもしれないですね。まああと、払拭の光ですね。まあスカイクレームの亡霊出てから、払拭の光ってあんま使われなくなったイメージがあるんで、まああんま関係ないかもしれないですけど、まあこれもなかなかね、使い勝手は良かったですね。何でも追放できますんで。 さあそして、えー、赤単ですね今スタンでは結構ゴブリンデッキがね、まあ、赤単といえばかなり活躍してるんですけども、まあ、アラックスもまあ全然赤単で強いですからね、まあ、これとエンバレスの封剣トーブランまあここら辺3枚落ちるっていうのはまあ赤単の形がね、えー、完全にゴブリンの方に行くんじゃないかなっていう ところですね、まあ、エンバレスの宝剣とかもねあのめちゃくちゃ強いんでついついねワイルドカード使ってしまいそうになるかもしれないですけどもあと1ヶ月2ヶ月ぐらいで落ちますんで、まあ、そこら辺注意してください、まあ、このトーブランもそうですねはいさあそしてえー、まあアンコモンで湖の水難、まあ、要するにローグですよね ローグデッキがかなり今回は弱体化するというかもうほぼほぼもう無理なのかな。はい。この3枚が落ちるんですね。盗賊ギルドの処罰者物語への没入と湖での水難。まあ、ここら辺がめちゃくちゃ影響でかいね。やっぱローグ支えてる1枚としては湖での水難っていうのがね、確実にありましたで、ね、これもほんと使い勝手良かったですからね。カウンターできなかったも場に出たクリーチャーも除去できるっていうのが。 非常にローグと相性良くて良かったですね。物語の没入もね、4マナで4枚ドローは本当に対戦してると絶望しそうになるカードですよね。まあ、ローグの強い、えー、カードの一つですね。な、ま、ん、あ、といってもあとこれですね、盗賊ギルドの処罰者、これもなかなか、ただこいつはレアなんですよね。 まあ、ローグデッキ、あんまり世界選手権、世界選手権では日本選手権ではなかったかなと思うんですけど、えー、っと、ランク戦とかやってたらね、やっぱたまに当たりますんで、まあそういうの見て、あーローグ強いな、やってみようかな、ね、で、ここら辺、ワイルドカード使わないようにね、注意してください。はい、さそして、えー、根本原理。まあ特にこの2枚ですね。 えー、出現の根本原理と発生の根本原理。まあ、他の根本原理も結構、えー、僕は使ったんですけど、まああんまり大会とかでは見な,い見なかったんかな。まあ、発生の根本原理もまあ最後の方はあんまりだったと思うんですけど、まあ、出現の根本原理はずっとするたい根本原理がね、えー、トップに君臨してましたんで、えー、どうですかね、今も大会でも普通に使われてますし、 強まあただこれももう落ちますんでここら辺も手を出さないように注意してくださいまあこれは多分ローテーションどうだろうな最後までい,いけるでしょう、まあ、テフェリーみたいにね本当に直前で禁止になるパターンもありますんでちょっと分かんないですけどまあこれもなかなか環境を支配した一枚でしたね さあ、そして、え、まあ、そうですね。全部のランプ系、まあ、するたい、今だったらするたい根本原理か。によく使われた、この工作も。工作も多分、再録されてなかったですよね。他のエキスパンションで。ちょっと記憶いないんですけども。はい、これもなくなっていきますんで、また、ランプのやり方っていうのがね、変わってくるのかなと思います。さあ、そして、え、黒の除去ですね。 はい。まあ代表的なのが取り除きと無常な行動。まあこの2枚がね、まあここら辺はアンコモンなんでね、別にワイルドカード使っても別問題はないかなと思うんですけど、まあここら辺がなくなってまた別のね、除去に変わっていきますんでね、まあ環境を象徴するカードですね。黒の除去。さあそして、えー、まあ緑のアドバンテージといえばグレートヘンジということで、まあ先ほどね、紹介した 恋煩いの野獣、3ターン目に出して4ターン目にグレートヘンジっていう流れがね、やっぱ緑かなり凶悪だったんですけど、まあこれもね、えー、ついに落ちると。まあ、エルドレインの王権はやっぱ強かったね。<laughs> 本当に。強いパワーカード、本当めじろ押し、まあそ。まあそうですけど、まあ今回でね、だいぶ落ちて環境がガラッと変わってくんのかなと。はい。 まあトスキとかの方にシフトしていくのかなトスキ多分落ちないよね。はい。まあ、グレートヘンジ。まあ、これも神話レアなんでね、ワイルドカード注意してください。さあ、そして、えー、サメ台風。まあ、お世話になったね。これは使いやすかった。まあ、ほとんどがサイクリングで使うんですけど、普通に着地した時のトークンの出てくる 量っていうのがね、なかなかえぐかったですね。しかも結構サイズでかいのが出てくるんでね、えー、強い1枚でしたね。これは、えー、っと、な何なんのイコリアめっちゃ強かった。まあ、好きなカードの1枚ですねここ。ここら辺もレアなんでね、気をつけてください。さあ、そしてトライオームですね。トライオームは1枚だけか。トライオーム。まあ、あのー、 全部で5枚5種類あるんですけど、まあ、これも全部落ちますんでえー、まあ3色デッキがちょっと組みにくくなるのかな、まあ、これもかなり、えー、3色デッキ組みやすくなってつく、えー、使い勝手良かったんですけどまあまた環境がねこれで変わっていきますねはいまあここら辺もワイルドカード注意してください さあ、そして、テフェリーの貢献まあ、ライブラリーアウト嫌いな方からするとね、本当嫌なカードだったと思うんですけど、まあ、カニにテフェリーの貢献も、まあ、ここら辺がね、かなり、えー、ライブラリー削ってくるカードでありましたんでね。まあ、これもね、えー、落ちますんで、ライブラリーアウト嫌いな方はね、ちょっとまあ、一安心かなと。はい。さあ、そして、ね異業家。異業家を最近あんま見かけないかな。 ルーカを見かけるけど、まあ、大体これで夢さらいとか、コーマとか、そこら辺持ってくるカードなんですけど、まあ、ここら辺もね、えー、落ちますので、ワイルドカード注意してください。まあまあ、これはまだネタデッキかな。さあ、続きまして、えー、こいつは議事会の同志。セレズニアカウンターの キーカードですね。だいたい入るんかな、まあ、今なくても成立はするのかな、まあ、結構やっぱカウンターガンガンのステークデッキっていうのも結構ね面白いんでね。えー、結構使ったんですけど、まあアンコモンですけど、まあもうすぐ落ちますんでまた別の形になってくんのかな。セレズニアカウンターを多分なんだかんだ形変わって、 え次の環境でも残りそうですね。さあそして「居住の巣」少し前にこう流行ったカードなんですけど今どうだろうあんまり見かけない、まあ、弱くはないと思うけどね、まあ、これもねレアカードなんでワイルドカード気をつけてください。 さあ、そしてアサルなんで、これは結構緑の墓地対策でよく使われてましたね。結構ライフ回復も、あとクリーチャーのサイズも上がっていくんでね、なかなか優秀だったんですけど、こいつもいなくなるんで、え緑どうだろう墓地対策なんかあるかな今。ちょっとパッと思いつかないですけど。まあ、何かしらは出てくるでしょうけどね。さあ、そして金のガチョウ。まあ、1マナのマナクリ、貴重なね、 まあ今これよりアスペラの保証が使われるんでそもそもあんま見かけなくなりましたけどね、まあ、ちょっとフードが出来事ほどは残らなかったかな出来事はもうずっと一0級でしたけどフードも強かったですけどねやっぱエロドレインはちょっとぶっ壊れ気味でしたねさあそして、ね、白の全体除去 まあこれも出た時は結構テイロス観ンキですかあの話題になった、まあ、ラスゴということで、まあ、4マナでね全てのクリーチャー破壊するとただパワー4以上のクリーチャーコントロールしてるプレイヤーはカード1枚引くっていうね、まあ、大体デメリットに働く効果がついてるんですけど、まあ、これも結構使われてましたねまあドゥームスカール は思ったより、ん、使われなかったのかなこっちの方が使われてるイメージはありますけど、まあどうなんですかね。まあドゥームスカールはまだ残りますよね。まああれがあるから、まあまあすごい痛手になるってことはないとは思いますけど。さあそして、ああ、来ましたね、ヨーリオン。まあ、いろんなデッキに入りましたね、ヨーリオン。まあ、最終白ターンにすら入りましたからね。 まあ、5045、飛行、相棒。場に出た時の効果をね、再度発動させるというね、なかなかぶっ壊れたカードでしたけど。まあ、相棒のルール変わっちゃってからは、やっぱりちょっと厳しくなったカードはありましたけど、ヨーリオンは関係なかったですね。まあ、もともとそんなに、 早い段階に出すカードではなかったんで影響が少なかったっていう感じですね強いままでしたねさあそして続きましてあきましたね軍団のまとめ役尾濃太うんやっと落ちるか <laughs> まあ個人的にまあまあ結構いい 使うのは楽しいけど使われるの嫌っていうカードの筆頭かな。まあこれとカニは本当にそんな感じだね。使うのは楽しいんだけどね。あと自分がこのガチャやった時にね、めっちゃハズレ引く割には相手はほとんどハズレ引かないっていうね。不思議カードではありましたけど。4744。まあ人間以外が殴ったらガチャを行って人間出してくるっていうね。 最初これが、えー、活躍したのは裏切りの工作員の時でしたっけまああれとの組み合わせえぐかったですね。まあ、こいつが残って裏切りの工作員が禁止になるっていう感じだったんですけど。まあ本当それが妥当なぐらいやられるとね腹,腹の立つコンボでしたね。さあそして タマシルベランタあこれも落ちるんすね1マナの墓地対策ですけどもこれが落ちるとどうだろうね墓地対策できないで,で,でというか色が出てくるんじゃないかなどうだろうまあサイドボードには1枚を入れときたいカードでしたねさあそして鎖を解かれし者 ルクラノス、まあこれもするたい根本原理とかでめちゃめちゃ役に立ちましたけどまあこれも強かったですね47で66とさらに格闘を飛ばしていけるんでさらに脱出あるっていうのがねなかなか強いカードでしたねまあゴルガリもこれでまたちょっと形が変わってくるのかなっていう感じはありますね さあ、そして、えー、司法書。まあ、これはあんま使われてなかったですけど、個人的にこういうロボトミーとかこういうカード好きなんでね、えー、今回とりあえず取り上げてみました。まあ、面白いカードだけどね、なぜかあんまり使われない。やっぱ弱いんだろうね。その盤面を触るわけではないっていうのが、ダメなところなんだろうけど、 まあ好きなカードですね。さあそして、えー、ウーロは禁止になったけど、クロクサは最後まで残りそうな感じですね。これもなかなか、やっぱ強いね。脱出が強いね。2766と場に出た時に、生贄に捧げると。まあ相手カード1枚捨てさす。まあ捨てるか、土地、 捨てない、捨てれないか土地を捨てた場合は3点ダメージっていうね。なかなかこいつ殴った時にもその能力が発動するんでね。まあやっぱ雑に強かったね。うん。ウーロとかやっぱおかしかったもんね。<laughs> まあ禁止になったけど。さあそして。あ静まいの呼び声。これもよく使われましたね。これはもう出た当初から。 結構使ってたんで、えー、まあ好きなカードではありましたね。まあでも優秀っすね。3マナで2体クリーチャー戻せるっていうのは。しかもあれ、摂氏とか持つんですね。摂氏と威迫だったかなまあ摂氏持たすのはやっぱ優秀ですね。 さあそしてああここら辺はまあネタデッキでしたけどネタデッキネタカードでしたけど面白かったですね6マナでダメージ3倍でしたっけ単純に意味がわからんでまただネタデッキ作りたいっていう人とかもいると思うんでねまあ神話レアなんでねあのワイルドカード うっかり使わないように注意してください。また新しいエクスパンションでもね、まあ同じやつはないでしょうけど、またネタカード出てくると思うんでね、そっちの方が長く使えるんで、それまで我慢してください。さあ、そして、えー、深淵への覗き込み、まあコンボが強かったね、強かったというか、まあ決まれば勝ちっていうコンボがあったんで、プレイヤー1人を対象とする、そのプレイヤーは自分のライブラリーにある カードの枚数、半分に等しい枚数のカードを引く。自分のライブラリの、ライフの半分を失う。それぞれの発想は切り上げるっていうね。まあ、なかなかぶっ壊れたカードではありますね。すごい動きの大きいカードでしたね。あと、まあ、イラストがね、なかなか気持ち悪いんでインパクトありました。これもレアなんで、ワイルドカード気をつけてください。さあ、そしてね、まあ、エルドレイン、神秘の論争。 対青のカウンター呪文って感じのカードでしたけど。まあこれがなくなると割とまたどうだろうな。やりやすくなるのかな。唱え底根はどうだローテーション落ちるんでしたっけ1マナのカウンターとなんかあったかなまあまた選ぶカウンターっていうのは変わってくるのかな。 さあそして精神迷わせの基本。まあロう,うーん、コントロールデッキのお供と言いますか。まあ、アド稼ぐし、ライフ回復できるし、まあ非常に優秀なね、カードでしたね。落ちるの結構寂しいな。まあこれもレアなんで注意してください。さあそしてね、最近あんまり使われてないですけど、精霊龍銀。まあ強さはね、健在ですよね。 まあどんな形でも出してしまえばね場をだいたい一掃できるんで、まあ、最近だとどうだろうねやっぱりもうティボルトガチャとかで入ってるぐらいなのかなあんまり見かけんけど、まあ、なかなか出るとでも厄介まあ神話レアですねワイルドカード気をつけてくださいさあそして石とロの海蛇これもエルドレインかやっぱエルドレインぶっ壊れてんな、まあ、これが落ちると結構 今ミドタンとアゾリウスアートパクトがちょっと影響あんのかなっていう感じですけどこのプロテクション多色がね結構厄介だったんでこいつがいなくなることでえ少し楽になるかなっていうデッキが出てくるのかなまたでもローグはあれだね水難が落ちるからあんまり関係ないっちゃ関係ない気もするけど ま,あまたなんか X のカードは出てくるでしょうさあそして、えー、絶滅のケーキとはい黒の定番の選択できる全除去みたいな感じのまあ追放なのがやっぱ強いですねめちゃめちゃお世話になったうまいこと相手のクリーチャーが全滅した時はもうほんと爽快っすからね絶滅のケーキ まあ4マナですけどね黒1で無色3なんでねすごい打ちやすいカードでしたね、まあ、いろんなデッキに入ってましたねさあそして、えー、早期の拠点、まあ、最近ちょこちょこランク戦でも見かけるカードではあるんですけどまあ枚数貼っていけばすごいえぐいことになるんでなかなか、えー、ライフ回復しながら相手削っていけるっていうのがね強いカードでしたねまあこれはアーティファクトあ、えー、アンコモンなんでね まあまあ、ワイルドカード使ってもっていう感じはありますけど、ああ、こいつもアンコモンですね。憎しみの原例まあ、一世をね、風靡したデッキではありましたね。えクローターンエンチャントでしたっけまあなかなかね、こいつが出てエンチャントで除去始めると、どんどんね、手札増えていくっていうね、デッキありましたね。まあ、これもアンコモンなんでね、今からでもやりたい方いればね、やってもったらいいと思います。さあ、そしてガーガロス。まあ、これが落ちるか。 まあ緑入ったデッキのアグロを止める壁といいますかねまあアグロはこいつ出たらもう大体もう終わりやっぱこの3点回復と三三のビーストを出せるっていうのがやっぱり非常に強いよねそうかガーガロスもついにいなくなるかしかしこいつ神話だったんだね 神話でこんなめちゃめちゃ使えるやつ出すとなかなかやっぱり揃えるのが大変だったんじゃないかな紙でやってる人はさあそしてこれはあんこもんですけど天井の先行まあもうサイクリングが落ちるんでまあそもそも出来事消滅っていう形なんですけどまあ似た感じでセカンドドローとかはねあるんかな残れるんかなかサイクリングはもう天井の先行が落ちて、まあ、サイクリングカードが落ちるんでまあほぼ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 というかもう完全に全滅ですね はい、まあ安くて強いデッキの代表格だったんでねまあ残念ではありますけどまあ次の環境でもそういうデッキが出てきたらいいですねさあそして「悲愛の徘徊者」こいつはよく見かけたなあ3032っていうのはまあ非常に優秀ですねあとまあヤギ出せるっていうのがね、まあ、さらにやっぱ脱出持ってんのがなかなか強いところではありましたけど さあ、そして <laughs>、さっきのね、6マナの中のエンチャントと同じくね、まあ、ネタカードではあるんですけど、福祉ということで5マナ。あなたが各ターンで初めてインスタント化操作リーである呪文を唱えるたび、その呪文をコピーする。はい。まあ、かなりぶっ飛んでます。まあ、とりあえず着地できればね、全部のスペルが倍になるっていうのはね、非常に強いんですけども、 うーんまあ、ネタの息出なかったっすね。面白そうなカードではありましたけど。さあ、そして、えー、万物の聖域と、まあ、サイデンデッキが全部落ちて完全に消滅します。あれは、でもレアは万物だけだったっけはい、まあ、これもレアなんでね、ワイルドカード使う方はね、ご注意ください。これもハマったら強かったな、しかし。 さあ、そして最強生物、夢さらいきましたね。そうか、ついに落ちるか。あゾこンはでもこれ落ちるとちょっとしんどいかどうでしょう今やってるあぞこん、夢さらいないと結構しんどいかなやっぱ夢さらいはね、アグロ止めてくれるのが非常に強かったね。まあ自分で自分守れるし、反抗あるしカード引けるし。まあめっちゃ優秀でしたね。 まあ落ちるまでにねもっと、えー、使っていきたいなとは思うカードの一つですねさあそして、えー、相棒ルールス、まあ、さっきヨーリオンありましたけど、まあ、ヨーリオンに次いでよく使われたのがルールスかなまあでもトントンから同じぐらいかなヨーリオンもよく見かけたけどルールスもなんだかんだよく見かけたからねまあこれも強かったね まあこいつのせいで相棒のルールが変わったと言っても過言じゃないぐらい能力がぶっ壊れてたんでまあ僕もこいつはかなり使ったねカードだったらもう本当に手垢まみれになってんじゃないかっていうようなね使用頻度だったと思うんですけどさあそして予言された怪物あこれはめっちゃ好きだったなオルゾフのなんかサクリファイス的なデッキは好きでねよく使ってましたけど これは本当に面白かったな。またでもローテーションまでには一回やりたいなと思うんですけど。なんか思い出深いカードが多いっすね、しかし。さあ、そして次が、あ雷の頂点バドロック。まあ要するに変容が全部なくなるってことですよね。まあ水晶壊し落ちるのは、 えー、ミドタンからしたら結構痛いんじゃないかなとは思いますけどあとまあどうだ使われて嫌なのでいくとやっぱり水晶小足、まあ、バドロックはなんかイメージとしては単体というかまあ無限コンボの時に出てくるっていうイメージが強いですけどはいまあ水晶壊し落ち,落ちるんでまたなんか対策のやり方考えんとダメですね緑は。 まあ、それによって、どうだろうな。アゾコンとか、立ち位置ちょっと良くなったりするのかな。まあ、あと、エンチャントアーティファクトに頼ってるデッキ。まあ、ゾリウスアーティファクトとか、そこら辺とかもね、変容が落ちると、ちょっと楽になってくるのかなと。まあ、自分のデッキもなんか落ちていく可能性ありますけど、ね、ちゃんと確認してないですけど。はい。さあ、そして、えー、嵐の怒り。まあ、これ、あ、これ、レアだったんだね。 ここら辺もね、あのー、いろんなデッキで使えるカードではありますんで、えー、ワイルドカードの使用は気をつけてください。うっかりね、ポチッといかないように。もう言ってる間に落ちますんでね。はい。えー、あー、もうこれで全部かな。はい、まあそんな感じでね、ざーっと、だらだらお話ししていったんですけども、 いや,まあやっぱ思い出深いカードが多いですね。はい。まあ、とりあえず出来事がなくなる、冒険がなくなる、変容がなくなる。うん。やっぱ結構大きいな影響は。まあまた次のやつが出ますんでね。ローテーションなんで。まあその時に、新規カードに期待しましょうかね。まあ、今回ね、あのー、 今何でしたっけフォーゴトンレルムでしたっけあれがねどうにも興味がわからなくてもうどうしようかなと思ったんですけどそのカードえー開封とかどうしようかなと思ってたんですけどうんまあまあせめて1箱だけでも買うかという感じで結局1箱は予約したんですけどなんだろうあのストリックスヘイブンの,あの日本画ミスティカルアーカイブ あれ以降がなかなかねちょっとテンションが上がってこないですね。あれで燃え尽きた感じがねどうしてもあるなっていうところなんですけど。まあローテーション前ってはこんなもんですかね。はい。まあ、かなりね、えー、牛耳ってた環境中牛耳ってたカードなくなるんでね。まあ今あの、アリーナでは2020でしたっけ ?2021 でしたっけなんかそんなスタンダードそういうのがあって。 ローテーションで落ちるカードが使えない環境もね用意されてるみたいなんですけどまあやったことないですけどまあそれをやってる方であれば特にねえ間違うことはないと思うんですけどもはいワイルドカードのねご使用にはねえご使用はね計画的にねお願いします本当にあれね使ってすぐに落ちるともうマジで絶望なんでね もうあのなんか絶望感をね一人でもね味わう方がね少なくなってくれたらなと思いますはいまあそんな感じで今回ここまでですごめんなさいね今回はかなりダラダラとそのカードのデータだけ集めてあまり喋ることも考えずに見切り発車だったんであれだったんですけどまあところどころちょっとね咳が出てマイク切りながらだったんで無言の数秒間がね 入ってたかもしれないですけど、まあご容赦ください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。